はい、昼ビール放送局の M キャスト。今日もマコネです。ちょっと元気になってきました。理由は簡単。天気がいいことと、部屋の中が暖かいことと、まだ昼間お腹もいっぱい。ただそれだけ。昨日の配信はちょっとね、泣き言っぽい内容で皆さん失礼しました。大丈夫です。天気が良くて美味しいもんいっぱい食べれれば、まあ、コネは簡単に元気を取り戻します。ただね、冬場みたいにドヨーンとした日が続いたりとか、雨が、梅雨場みたいに雨がずーっと続いたりすると、またピニョニョってピニョニョって、またちょっとへばってる時もあるかもしれませんが、それもまこねえなので、まあ、それもセットで楽しんでいただければいいなと思っています。で、昨日お話したように、私の16時間断食の反省会とリンクした形の内容を、この1週間ぐらいお話していきたいと思うんですが、もしかしたら1日2日で終わっちゃうかもしれない。さっきね、その内容ちょっと確認したんだけど、もしかしたら1日で終わっちゃうかもと思った内容になっています。で、今日はですね、私が16時間断食を始める前に、まあ、独自で調べて、これはちょっと、しっかり取ろうと、毎日生活の中に取り入れていこうと思ったものを、いくつだろう。結構あるんだよな。私の中ではね、パッと思いつくのは1つ2つしかなかったんだけど、まあ、毎日取ってるものというと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、14か15ぐらいあります。はい。それを、改めてね、なんで飲んでるんだろうとか、なんで食べてるんだろうって、最初の頃は覚えてたんだけど、最近はね、もう自分でもよくわからなくなってきて、もう惰性で、もう日常生活の一つとして惰性でやっちゃってるので、まあ、それがどういう効果があるかっていうのを皆さんと一緒に確認しながら今日は配信していきたいと思います。そんなわけで、16時間断食と、昼ビール放送局内コラボということでやっていきたいと思います。まずね、一番最初の頃からやってる、まだ16時間断食を始める前、いやーもう体重を落とさなきゃいけないなっていう、もう心に決めた頃から飲み始めたのが、レモン水です。はい。レモン水を毎日飲んでます。はい。まあ、レモン水と言っても、今は、後で出てくるんですが、トマトジュースの水割りにレモンを足して飲んでます。だいたい1日 50cc ぐらいだと思うんだよな。でもね、16時間断食の時間、断食時間中も喉渇いたなとかって時は、なんだっけ、白桃じゃなくて、湯煎じゃなくて、なんだっけ、重湯じゃなくて、まあ、一回沸騰させたお水、に、レモンを入れて飲んだりするので、まあ、トータルすると、まあ、結構飲んでるかもね。ただね、レモン水もね、まあ、飲みすぎていいものではないものではあるので、まあ、ちょっと飲みすぎかもしれないな、なんて思わないでもない。うん。まあ、レモン水を飲むとですね、まあ、レモン、ね、まあ、美白じゃなくて、美肌効果はもちろんあるんですが、ダイエット効果としても期待されてきます。はい。レモンに含まれるビタミン C やね、ポリフェノールはね、肌の老化を防ぎ、美肌を促進するために、もう抜群。本当にレモン最高。でね、レモン水はね、代謝を促進してね、ダイエットにも効果的なんです。ただね、レモンは酸味が強いから、口の中のね、エナメル質を傷つけちゃうことがあるんですって。うん、だから歯磨きをする前なんかは飲まない方がいい。まあ私は気にしないで飲んじゃうけどね。あとね、レモンはね、デトックス効果もあるって言われてるんですが、まあレモンに含まれるクエン酸、まあ酸っぱいやつね、クエン酸は肝臓の解毒作用を促進するために体内の不要な物質を排出するために役立ちます。またレモン酢はね、抗酸化作用もあるため、体内の有害物質から身を守ることもできますということで、まあ、いいことづくめなんだけど、ただね、レモン水のダイエット効果に関しては、科学的な根拠があまりなくて、そう言われてるっていうだけなのね。でも、噂がね、
ないところに、事実がないところに噂は立たないとか言うから、まあ私はあるんじゃないかななんて思ってます。事実、レモン水を飲み始めてから塩分過多でパンパンだった足がね、押してもね、潰れるようになったしか、押せるようになった。前はもうほんとパツンパツで、触っただけでもう跳ね返ってくるぐらい硬かったんですけど、最近はね、ちょっと柔らかい人間っぽい、可愛い足になってきました。そう、まあ、レモン水の効果に関してはね、まあ、ググればいっぱい出てくるので、ぜひね、皆さんもレモン水ね、レモン水って言っても、生レモンじゃなくていいんですよ。私はなんだっけ、ハイシーレモンだっけ、あるじゃないですか。レモン水の果汁のやつ。あれを使ってます。はい。あれをね、常時、500cc ぐらい入ってるやつを、まあ、2本か3本ぐらいストックしてますかね。はい。で、次に、毎日飲んでるリンゴ酢ですね。リンゴ酢でも、純リンゴ酢を飲んでます。はい。リンゴ酢には、純リンゴ酢とリンゴ酢ってあって、純リンゴ酢は、ほんとリンゴから作ってるんですが、リンゴ酢は、リンゴに添加物が入って作ってます。なので、純リンゴ酢を飲んでますが、これもね、500ml、もうちょっと少ないかな。で、500円ぐらいなので、まあまあまあ、誰でも簡単にすぐ始められるようなもんですね。で、純リンゴ酢を毎日飲むことによって、含まれるね、酢酸、酸っぱい、酢の匂いですね。は、脂肪燃焼をね、促進し、ダイエットに効果的です。はい。リンゴ酢は、まあ結構飲んでますね。まあ本当は 30ml がベストみたいなんだけど、多分ね、倍ぐらい飲んでるんじゃないかな。私はね、炭酸水に入れて飲んでます。500cc の炭酸水に割って。で、まあ最近はね、最初ね、酸っぱーみたいな、もう匂いが嫌だったんだけど、最近はなんか逆に、甘く感じるようになってきたかな。うん。まあ、一週間も経つと、スーパーという匂いは慣れちゃいますよ。うん。そしてね、酢酸はね、血糖値を調整するためにも効果があるんで、まあ、糖尿病の予防とかにも役立ちますし、リンゴ酢自体にね、抗菌作用があるので、免疫力も高める効果が期待できます。そう。まあ、ただね、リンゴ酢もね、喉の粘膜を痛めたりするので、まあ、飲みすぎは注意です。はい。なので、私はね、本当は直で飲まないで、本当水に割ったりとか、炭酸に割ったりして飲んでます。はい。だってね、まあ、胃の粘膜を刺激するので、弱い人はね、胃が痛くなったりとか、下痢になっちゃったりすることがあるらしいんですけど、私は全然ありません。そう。むしろ、なんか、やっと便秘が解消されつつあるって感じかな。そう。まあ、それが何かっていうのは、何を食べてるからっていうのがちょっと後で出てくるので、楽しみにしててください。で、毎日飲んでるシリーズは、炭酸水。炭酸水です。はい。炭酸水は、1日 500cc をめどに飲んでます。はい。まあ、炭酸水もね、飲みすぎると、胃に負担をかけちゃうので。うん。で、炭酸水は私は、食事と一緒に飲みますね。はい。食事と一緒に飲むというか、まあ、ぶっちゃけね、食べ終わった後に、最近プロテインのお菓子みたいなのあるじゃないですか。そう。それを、甘いのを食べるんだったら、まあ、これにしとこうみたいなのを、まあ、食べてるんですけど、まあ、それと一緒に飲んだりとかして、どっちかと食事の後に飲んでるかなみたいな感じですね。はい。炭酸水を毎日飲むとですね、消化促進効果やデトックス効果が期待されるんですが、まあ、炭酸水に含まれる二酸化炭素はね、胃酸の分泌を促進し、胃の消化力を高めるため、食欲不振や胃のもたれの改善に役立ちます。まあ、食欲不振になりたい。胃のもたれはないですけどね。はい。まあ、ほぼ菜食主義者みたいな食事してるので。はい。まあ、あとね、炭酸水は体内の不要な物質を排出するデトックス効果も期待されます。そうですね。まあ、デトックス効果必要ですね。もうちょっと飲む量を増やしてもいいのかもしれないな、私自身。うん。まあ、ただ炭酸水は、私炭酸水を作るね、機械を持ってるわけじゃないので、まあ、炭酸水は、まあ、ちょっとペットボトルで、ラベルなしのペットボトルで買ってるので、まあ、1日2本って飲むと、ちょっと財布事情が厳しいな。はい、まあ、しばらく 500ml1 本で頑張るしようと思います。次に毎日飲んでるシリーズ。
さっきお話ししましたが、トマトジュースを大体 200cc を、200cc のやつを、1リッターになるように水で割って、まあ、沸かした後のね、お湯を沸かしたお水で割って、それにレモンを足して飲んでます。はい。で、私はもともとね、食塩が入ったトマトジュースが大嫌いで、まあ、小さい頃トマトジュース飲みなさいって言われたんだけど、まあおばあちゃんからね。でもそれはみんな食塩入りだったの。だから食塩入りのトマトジュースは嫌いなんですが、無塩のトマトジュースなら飲める。で、まあダイエット効果、とか健康効果って考えれば、もちろんね、塩はね、取りすぎちゃいかんわけで、そう、塩だって、まあ、重要な栄養素ですけども、私みたいに塩取りすぎです、みたいなパンパンお足の方は、まあ、もちろんね、減塩は大事なことです。はい。まあ、減塩は慣れればね、塩が、薄味でも慣れれば、どうってことないんだけど、慣れるまではね、まあ、いきなり減塩はなかなか厳しいもんはありますよね。私はね、うちの母親が、まあ、すごく減塩マニアだったので、まあ、普段からね、お味噌汁とかすごい、薄かったんですよ。だから薄いのはね、別に、まあ、慣れてるっちゃ慣れてる。濃くても慣れてたけど。だからね、多分ね、16時間断食始めて、もうラーメン屋さん、もう3ヶ月ぐらい行ってないですけど、今はラーメンのスープを、ちょっと薄めないと飲めないんじゃないかな、と思って心配しています。ただね、1ヶ月ぐらい前にカップラーメン食べたとき、まあ、全然平気だったので。もしかしたら全然問題ないかもしれない。まあそんなわけで、無塩トマトジュースを毎日飲むと、まあ健康効果が期待されるとまあよく知られてるんですが、そう、トマトに含まれるリコピンは抗酸化作用を持ち、癌や心臓病の予防に役立ちます。癌や心臓病の予防に立ちます。まあ日本人みんなトマトジュース飲んだ方がいいよね。そう、日本はね、癌や心臓病の方多いですからね。それで亡くなる方も多いので。はい、うん。みんなタバコ吸うのやめたのに、なんでこういう病気って減らないんだろうかね。むしろ増えてる。どういうことみたいな。そう。全然健康志向になってきてるはずに、癌や心臓病の人が増えるってどういうこと、まあ、そういうのはね、また、朝、明かりダイエットウォークでなんかペラッと喋っちゃうかもしれませんが、はい、なかなか危険キーワードだらけですよね。うん。じゃあまた、トマトジュースに含まれるビタミン C やカルシウム。まあ、カルシウムはね、本当にデトックスの重要な要素ですからね。はい。まあ、発がん性物質でもあることはあるんですけどね。私は放射線測定会っていう、会を、先輩と一緒に運営した頃があるので、まあ、そこら辺もちょっと詳しい。まあ、でも、人間が、食事から取るね、放射性物質なんていうのは本当可愛いもんですよ。そう。まあ、全く害がないとは言い切れないですけども、それよりも健康効果の方が大事です。はい。うん、で、まあ、カルシウム、美肌や血圧の調整にも役立ちます。無塩トマトジュースは塩分が含まれていないため、高血圧の人でも安心して飲むことができます。ただし、トマトジュースには糖分が含まれているため、過剰な摂取は控えるようにしましょう。まあね、糖分が入ってるのはね。そう。だから私もね、糖分入ってるんだろうなって、まあ見てなかったんだけど、入ってるんじゃないかなと思ってたから、まあ断食時間中にはトマトジュースは飲まないようにしてます。はい。で、日常的に水分として取ってるのは、まあ、ここまでなんですけど、たまに、じゃない、毎日私が食べてるダイエット、オリジナルダイエットご飯はね、オートミールとオリーブオイルとエゴマ油と、オリゴ糖と味噌と、酒粕と豆乳と大豆の水煮が入ってるんです。で、豆乳と大豆の水煮は、ちょっと今回外したんですけど、うん。他のやつはちょっと解説していきますね。はい。でですね、そう。まず最初、オリーブオイル。うん。まあ、オリーブオイルは、まあね、もちろん健康効果は大です。はい。オリーブオイルに含まれるオレン酸。オレン酸はね、コレステロール値を下げ、心臓病の予防
に役立ちます。またオリーブオイルはね、抗酸化作用があるため、がんや老化の予防にも役立ちます。ただオリーブオイルもね、カロリーが高いのでね、過剰摂取は控えましょうとは出てますが、まあね、毎日やってる今日のアウトプットの中で、第2章にじゃなくて、一級の範囲になっていくと、オリーブオイルのね、脂質の話がいっぱい出てくるんですけども、まあ、オリーブオイルを過剰摂取したから、カロリーが高いからって、まあ、どうかって言ったら、まあ、さほど問題ないんですね。はい。そう、ちょっとね、内容パッて言えるほど、はっきり覚えてなかったので、まあ、割愛しますが、そう、オリーブオイルを、まあ、まあ、いろんな食事に使ってもいいと思うんですけどね。うん。ただ、オリーブオイルも、いいものと悪いものがあるので、しっかり吟味して、なるべくいいものを使うのがポイントです。はい。私は、アマゾンで買ってる、エクストラルバージンオイルの、1リッターじゃないな、まあ、1リッターかな。1リッターで、1000円くらいのやつを使ってます。はい。うん。で、次に毎日食べてる効果。毎日食べてるオートミールですね。オートミールも毎日食べてるんですが、だいたい1食 200g ぐらいは食べてるかな。ちょっと測ったことないからね。でもオートミールは1食 200mg ぐらいがまあベストって言われてますね。そう、もしかしたらちょっと足りてないのかもしれない。私自身。うん。100ぐらいも、まあ、測ってないからわかんないけど、どうだろう。うん、最近なんかいろいろ入れすぎて、もう、ね、量的にちょっと入れ物ちょっと大きいの変えようかな。でも冷蔵庫に入らないね。そうするとどうしよう。まあ、オートミールもね、健康効果が期待されているもので、まあ、オートミールに含まれる食物繊維はね、腸内環境を整えて便秘の緩和に役立ちます。で、まあね、便秘に悩んでた私としてはやっぱオートミールやっぱ食べ足りない気がするな。あとオートミールにはアルファグルカンという成分が含まれており、コレステロール値を下げる効果があります。さらにオートミールにはカルシウム、マグネシウムなどミネラルが含まれており、骨密度の維持にも役立ちます。ただオートミールにも糖分が含まれるため適量を守るようにしましょう。まあね、そう、まあ脂質で、そう、糖質であることは間違いないですね。ただオートミールは GI 値がね、高くないので、そんなに心配することもないんじゃないですかね。はい。で、次は、エゴマ油です。はい。エゴマ油はですね、エゴマ油に含まれるね、アルファリノレン酸がコレステロール値を下げ、心臓病予防に役立つんですが、エゴマ油は、抗炎症作用があり、関節痛の緩和にも役に立ちます。さらに、エゴマは脳の認知機能を向上させるとも、させると言われる DHA も含まれます。ただし、エゴマも高カロリーなのでって書いてあるんですが、これはね、ぶっちゃけ、ボケ防止とかアルツハイマー防止のためにエゴマを入れてます。はい。うん。まあ、なんだろう。元気で、素敵なマッコネに変身するには、ボケちゃいかんと思ったので、エゴマは欠かさないようにしてます。ただね、エゴマは、温めるとダメなんですよ。そう、エゴマは熱に弱いので、エゴマはね、温めずにそのまま使ってます。口に入るようにしてます。はい。そしてね、次はオリゴ糖ですね。オリゴ糖はね、1ヶ月ぐらい前から採用したんですけども、オリゴ糖も、まあ、健康効果があり、オリゴ糖は腸内環境を整え、善玉菌を増殖を促し、免疫力を高める効果があります。まあ、善玉菌の餌になるんですよね。そう。免疫力を高める効果がある。また、オリゴ糖は血糖値を安定させ、糖尿病の予防に役立つ効果もあるとされています。ただ、オリゴ糖も高カロリーなのでって言いますが、まあね、16時間ダイエットをしてる私にとってはカロリーはそんな大きな問題ではありません。そう。カロリーを気にしすぎるのは、多分、日本人のね、誤ったダイエット認識だと思います。はい。まあ、次に、味噌。うん。味噌も、
まあ、前に釣るようになったのは、ほんと1ヶ月ぐらい前なんですけど、杉本さんのね、あの天然味噌にもうハマりにハマって、やっぱ味噌はうまいですね。まあ、味噌に含まれる、ね、乳酸菌はね、腸内環境を整え、免疫力を高める効果があり、また味噌には栄養豊富であり、ビタミン B2 や食物繊維などが含まれます。さらに、味噌には抗酸化作用があり、癌や老化の予防にも役立ちます。ということでね、まあ、塩分が高めと言っても、まあ、味噌はね、いろんな加工食材がある中では、天然自然のものでできているものが多い食材の一つです。はい。なので、まあ、安心して食べられる食材とも言えるかもしれませんね。うん。まあ、味噌も、いろんな効果がありますが、私的にはね、酵素を積極的に取るっていう意味で、やっぱ味噌を、積極的に今食べてます。はい。どうだろう、1インチ、そうだな、重さにして100グラムぐらいは食べてるんじゃないかな。ただ味噌もね、あっちっちの中に入れると、味噌汁の中、沸騰したあっちっちの中に入れると、味噌もね、栄養成分結構飛んじゃうので、味噌もね、味噌汁も割合とちょっと冷め始めてから入れるようにしてます。はい。で、まあ次に酒粕、うん、これね、酒粕と味噌を私がいつものダイエットフードの中に入れるようになってから、ちょっと便秘がちょっと解消されつつある気がするんですよね。酒粕はね、ほんと今週から始めたんですけど、酒粕もね、健康効果があり、酒粕に含まれるリノール酸はね、コレステロール値を下げ、動脈硬化の予防に役立ちます。また酒粕には食物繊維が豊富でに含まれており、腸内環境を整える効果があり、さらに酒粕には美容効果も期待される成分が含まれています。ただし、アルコール分が含んでいるっていうだけなんですけども、まあね、ちょっとね、これもね、なんか、私の中では多分、あっちっちの中に入れると栄養成分が飛びそうなので、まあ、普段の、ダイエットフードと、お味噌と一緒に入れるようにお味噌汁にお味噌にと一緒に入れるようにしてます。で、多分ね、これもね、あと、お味噌と同じぐらいの量を毎日食べてますね。はい。で、まあ私の食事の中心はまあ今野菜なんですけど、まあ野菜中心の食事、旅行食野菜が多いんですけど、うん。まあビタミン、ミネラル、食物繊維、ポリフェノールとかね、含まれてね、当然いろんな癌予防、脂肪、心臓病予防にも役立ちますが、まあ野菜もね、決して、野菜だけ食べてればいいってわけじゃないので、はい。まあ、やっぱり、バランスよく取ることが大事だと思います。ただ、最近ちょっと私は海藻類がちょっと足りてない気がするな。そう、海藻類が足りてない気がするな。まあ、乾燥わかめはあるんですけども、乾燥わかめをさ、なんか、いっぱい入れすぎてもうわかめ味になっちゃうじゃない。わかめ味になっちゃうのもちょっと寂しくて、まあ、でも、わかめを、もう結構好きなんですけど、海藻類がちょっと足りてない気がします。まあ、ミネラルですね。うん。で、普段使ってるお味噌汁。まあ、私はもう味噌汁っていうか、お味噌汁がもう食事のメインで、もうお味噌汁というか、まあ、酒粕入りの味噌汁ですよね。もう何でもかんでも野菜突っ込んで、まあ、まとめて煮て、それを食べるっていうのが、まあ、一日の食事なんで、の大半なんですけども、まあ多少中身変えながらね。そう。まあ毎日飽きても飽きないっちゃ飽きないんですよね。うん。で、まあ出汁はですね、現在煮干し出汁を使ってます。で、煮干しにはね、DHA や EPA っていうね、まあ飽和脂肪酸が入ってるので、まあ脳のね、機能向上はコレステロールの改善に役立ちますし、また煮干しにはね、アミノ酸も豊富で、まあ疲労回復とかね、美容効果にもあります。はい。まあ、塩分も多少あるので、まあ、食べ過ぎには注意なんですが、もう私がね、眠れなくて、なんか食べたいなって時は、煮干しをボリボリかじってます。はい。うん、まあ、それがいいかどうかはわかんないですけど、煮干しが好きなんですよ。今ね、なんちゃってフライパンしか持ってないんで、あんましないんですけども、なんだっけ、鉄鍋で、煮干しを辛い炒め、もうほんと油も何も入れないで、さっと、焼いて食べる煮干しとかね、焼き煮干しがめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう焼き煮干しとね、もうお酒があったら、もう焼酎でもね、ビールはちょっと
合わないけどね、ビールはちょっと、生臭くなっちゃうけども、焼酎とか、ウイスキーとか、あと日本酒とかに、もう煮干しのね、軽くいったね、煮干しが本当美味しいんですよ。しかもね、煮干し結構安くね、まとめ買いすると安いですね。私が買ってるのは、1キロで1300円ぐらいじゃなかったかな。バリバリ食べてます。まあ、ただ食べ過ぎて、寝る前に食べて、ドヨーンとしちゃうときは、まあ、大体煮干しパニックですね。煮干しとオートミールと豆乳を混ぜたやつを、まあ、食べたりとかして。あと、まあ、たまにってか、まあ、これからちょっと増えるかもしれないけど、私の大好きなよもぎのシーズンなんで。まあ、たまにね、土手で生えてる草を取ってきて、天ぷらにして食べたりするんですけども、草花のね、天ぷら大好きで。もう天ぷらしちゃえば、そこらに生えてる草何でも食べれると思ってますから。そう。ただね、私はよく洗ったからって、草を、そこらにふ、あの生えてる草を、なかなかね、やっぱサラダで食べるのはちょっとね、食べて美味しかったことがあんまりないもん。そう。道端に生えてる、草で、サラダで美味しかったことあんまりなくて、で、美味しいと思った時はもうどれかわかんなくなってる。ので、まあ、なので、天ぷらは、道端で生えてる草よくします。もう私の中では、土手イコール山菜みたいな。そう。まあ、ある程度みんな食べたことあるんですけども、そうですね。何の話だったんだっけ？ああ、煮干しの話ね。そう。で、まあ、煮干し、天ぷらとか、まあ、キャベツとかね、もう、キャベツを刻んで、なんだっけ？あれ、ど忘れしたぞ。天ぷら。かき揚げだ。かき揚げにしたりするんですが、まあ、あとは、水煮の余った大豆とかね、を、まあ、まとめてかき揚げにしたりするんですが、まあ、そういう時に煮干しも一緒に入れて、かき揚げにして食べたりしますね。まあ、私は煮干しね、本当、だしよりも食べる方が好き。煮干しだしに入ったもう煮干しは本当はね、取るんだろうけど、まあ、私はそのまま食べちゃいます。で、まあ、毎日ではないんだけど、大好きなサバの水煮ですね。まあ、週3回ぐらい食べてるかな。そう。まあ、安い日にちょっと3つぐらい買ってきて、まあ、もうね、7個買ったらもう多分毎日食べてるから、まあ、それはまずいと思って、お財布事情的にまずいと思って、まあ、サバの水煮を、まあ、でも、毎日でも食べれるような値段だよね。います。で、まあ、サバもね、まあ、EPA、DHA が入ってて、まあ、飽和脂肪酸が含まれてるので、まあ、心臓病、脳のこの機能向上に、ね、役立ちますし、まあ、ビタミン D、骨粗鬆症の予防にも役立ちますしね。でもね、サバにも、ちょっとね、ちょっとね、水銀が入ってるみたいで、まあ、特にね、妊娠中や子供はね、あんまサバの食べ過ぎは注意した方がいいですよっていうのは言われますね。そう、でも私はサバの水煮大好きです。まあ、昔はね、味噌煮に、ご飯に味噌煮をバッて乗っけて、お茶漬けにして食べるのが大好きだったんだけど、まあね、味噌煮、今ね、16時間ダイエット始める前から、まあ私はね、やっぱ味噌煮じゃなくて水煮に醤油をちょっと垂らしてマヨネーズをかけて食べるのが、やっぱおつまみとしては最高の、なんだよね。サバニラブ。で、毎日食べてるのは、まあニンニクですね。まあ私はスライスニンニクの乾燥したのを使ってます。ほんと少量でも、うわ、ニンニクが入ってるって思うような、感じがするので。まあ、1000円ちょっとで買ったのが3、4ヶ月ぐらい持ってるからね。まあ、ニンニクね、なぜスライスニンニクの乾燥してるのを使ってるかというと、ぶっちゃけ剥くのが嫌いなんです。剥くのが大嫌いすぎて、なので、まあ、ニンニクはそういうふうに使ってます。で、まあ、ニンニクも健康効果は期待されますが、ニンニクにはね、アリシンという成分が含まれてて、まあ、抗菌作用はね、抗酸化作用があります。また、ニンニクに含まれるね、酸化アリルだったかな。そう、コレステロール値を下げ、動脈硬化の予防にも役立ちます。まあ、免疫力をぐっと高める効果もあるのでね、風邪やインフルエンザの予防にも役立ちますし、もちろんコロナウイルスにも何かしら対、あの、素晴らしい効果があるんじゃないかなと思ってますが、何よりもね、ニンニクの香りが好き。
ただね、食べ過ぎると、腸にね、負担かけるね。本当、私は、かけらにして、多分4枚、5枚ぐらい、1リットルの水に対してそれくらい入れてるぐらいですね。はい。あとはね、生姜です。生姜も好きなんだよね。生姜のカレーが好き。でも、生姜も今は、前はね、凍ってるスライス生姜を使ったんですが、凍ってるスライス生姜は、あんまりね、味がしなくて、なんかね、私は、乾燥してる、パリパリに乾燥してるスライス生姜を頼んだつもりが、切ったら凍ってたみたいな。まあ、生姜もね、私毎日、食べてます。で、生姜にはね、ジンゲロールというね、成分が含まれてて、まあ、抗炎症作用も、抗菌作用もあるんですが、まあ、何よりもね、血行の促進とかね、消化の促進にも役立ちます。はい。なんでまあ、体を温める効果があるんでね、冷え性の改善にも役立つんでしょうが、まあ、私はね、生姜やっぱ香りが好き。そう。あとね、ちょっとこの中には書かなかったんですけど、最近は納豆一パック毎日食べるようにしてます。はい。納豆が嫌いなわけじゃないんですけどね、納豆も、納豆一パックがお、を、あの、食べ、でも納豆は300、3パックで77円だもんな。サバ缶は、1パックで70、1個で77円だもんね。まあまあ、サバ缶はやっぱ週3回だな。炭酸水も1日1本だな。と、そんなわけで大体、ちょっと納豆は書いてないんですが、まあ大体それくらいですね。はい。まあこれにね、まあ、欲を言えばヨーグルトが入ったりとか、まあチーズが入ったりとか、お肉が入ったりとか、まあ卵が入ったりすればいいんですけど、卵今ね、えらい高いので、そう、卵は、本当はね、卵ね、私ね、ゆで卵大好きだから、まあ、毎日5個ぐらい食べたいんですけども、まあね、16時間ダイエットする前は、毎日5個ずつ食べてたんですよ。そう。まあ、でもまあ、今値段を見ると、ちょっと、まあ、5個はなーっていうところなので、まあ、今はね、まあ、たまに買っては、そう。だって、安い時とそうじゃない時って50円も違う。もう100円ぐらい違うと、もうさ、100円ぐらい高いと、もうビビって買えないんだよね。まあ、安く売ってる時には買って、まあ、1日2個ずつぐらい食べて、1週間ぐらい持たせるみたいな感じですかね。まあ、そんなわけで今日は16時間断食をやってる私が、日々毎日、だいたい1日1回口に入れてるなっていうものを、とお知らせする内容となっています。まあ、もう一回さーっと振り返ると、レモン水、リンゴ酢、炭酸水、無塩トマトジュース、オリーブオイル、オートミール、エゴマ、オリゴ糖、味噌、酒粕、煮干し、ニンニク、生姜、納豆。まあ、たまにサバ缶。サバ缶。って感じですかね。そう。まあ、部屋に大体常備してるの。あー、まだあった。納豆と違って、なんだっけ。酒粕じゃなくて、切り干し大根。切り干し大根も毎日食べてますね。切り干し大根。切り干し大根。切り干し大根もね、なんかすごい健康効果があって、そう。取り入れたんだけど、ちょっと事前に調べてなかったので覚えてません。まあそんなわけで今日は、私が普段食べてる食事をね、皆さんにシェアしていくっていう内容でお送りしました。そう、まあちょうどね、いいお時間になってきたので、今日はここで終わりにしたいと思いますが、明日は、そう、忘れなければ、忘れてたらね、おいって怒ってくださいね。忘れなければ、筋トレのお話をしていきたいと思います。はい。まあ、運動嫌いっていう人もいっぱいいると思うんですが、まあ、筋トレの話をしていきたいと思いますので、楽しみにお待ちください。そんなわけで、今日もご視聴ありがとうございました。まあ、コネでした。またね。バイバイ。